発見動画チャンネルの吉田智です。本日は今日私立の中学校の受験が行われるようです。ここ筑紫野ではちょうど田園都市線でこの降りてくるこの通勤で向かう皆さんと電車でこの近くの森村学園に向かう皆さんが大勢いつも朝挨拶をいたしますが、ちょうど今日試験ということで小学6年生が中等部の受験をするために大勢この駅に降りてきております。親さんたちと一緒に降りる子さんたちが多いわけですが、ちょうどこの時期寒い時期のので風邪などひかないように頑張っていただきたいと思います。森村学園は幼稚園から高校までの一貫の学校ですが、こうして中等部などに入ってくるこの皆さんも大勢おります。そういう一貫の皆さんと途中から入ってくる皆さんとが一緒になって楽しく学んでいる私立の学校です。ちょうど都県境ということで住所的には横浜市になりますが、町田の皆さんも大勢通っているそうした学校です。いつも私もこの文化祭等にお伺いすることがありますので、何人も知っている子どもさんたちがいる学校です。おはようございます。そしてその他にもたくさんの私立の学校に今日受験に向かう皆さんが行っています。この学習塾の西野県のバッグや、あるいは四谷塚のバッグを掲げた皆さんが行っています。終わります。担いだ皆さんが行っています。どうぞ体調に気をつけて受験に臨んでください。終わります。